上智大学は本当に推薦ばっかりなのか検証してみたということで上智大学はとても推薦で入る人が多いと言われるんですけれども、まあ、実際どうなんだろうということで公表されているデータです確かに学部によっては一般それから共通テストで入る人がまあ半分ぐらいだったり3分の1だったりということですごく推薦が多いというイメージがやはり、まあ、実際数字を見るとあるんですけど、まあ、これ中身を分析しますとですね どことは言いませんけど他の大学で指定校や付属から大量に取っているという、まあ、推薦が多い大学があるのに比べると実は総合型選抜と公募制の推薦の定員が多いつまりその推薦が多いからダメっていうのは2タイプあって指定校や付属でがっつり取ってるっていうのは結局指定校や付属じゃない人はチャンスがないわけですよ。ところが上智の場合合は総合型選抜や 学校推薦型選抜でも指定校じゃなくて公募制の推薦つまり誰でも挑戦ができる推薦が多いというのはまあはっきりあると思います一般が少ないのは事実なんですけど推薦は実は多くの人にチャンスが開かれているという点で上智の推薦が多いというのはちょっと違うんじゃないかということですねあなたも受験できる推薦であるということで上智大学の 総合型選抜や公募制推薦どんどん挑戦しましょうその指定校や付属じゃない人にもチャンスがあるのが上智の推薦なんだというのはちょっと多大学と違うなって感じました。